消えろ、キラヤマト。なぜ戦わなくちゃいけない。今こそ俺はお前を超える。それはあなたの理屈だ。やめろ、これ以上戦いたくない。俺たちは戦うしかない、それしかないんだ。お前を殺すのはこの俺だ。この程度の相手に遅れを取るなよ。君は一体何なんだ。キラヤマト、俺が倒すべきものの名、そう、お前だ。君の希望を叶えるのは後だ。まずはあの敵を倒そう。この戦闘の後で貴様を殺す。僕を恨んでいる？どうして？さすがと言っておこうか。完璧な殺人マシーンだな。違う、力だけが僕の全てなんかじゃない。見たか、俺たちは戦って殺して存在するのだ。まだか、まだ俺はお前にたどり着けないのか。君の戦い方は間違っている。ひどい、これじゃ殺戮と同じだ。バカな、お前を倒すのは俺なのに。ごめん、でも君は君だ。道を間違えないで。その翼を折ってやる。消えろ。僕たちはどうしてこんなところに来てしまったんだ。俺は完全になる、今ここで。その明日は間違ってる。殺せ、これも俺の運命だ。君は大丈夫、未来を作るのは運命なんかじゃないから。君には正しい道が見えているはずだ。貴様も俺と同じだ。俺たちは同じなんだ。撃ちたくない、撃たせないでくれ。お前も俺と同じ、撃てよ、撃ちたいんだろ。貴様に守れる世界などありはしない。それでも僕は、やったやったぞ、キラヤマトをこの手で。覚えていろ、必ずお前に追いつき殺す。キラヤマト、完全体を超えるなど所詮はおごった夢だったのか。どうしてこんなことに。止められなかった、力が足りなかった。あの人が本当にそうなのか。確かに似てはいるけれど、あなたがブライトさんの息子だっていうのか。信じられないな。わかります、俺もあなたといることが信じられない。見える、そこ。さすがにニュータイプだ、戦い方が違うじゃないか。なんて戦い方だ、命が燃え尽きてしまうぞ。随分と力任せだな、危ないじゃないか。あなた無茶ですよ。それなりに頑張ってはいるが、これがベストなんだ。うわあ！なんだ、ニュータイプが落ちるのか。脱出してまだ間に合う。そうしたところで次があるのならそうしている。しっかり。すまない、これだけの機体を使っておいてこのざまだ。あれは触れたことのある心のような。なぜだ、あの機体を落とすのにためらっている。機体に助けられてはいるが、追い詰めているのは俺の方だ。それだけではないですよ、尺ですけど。なぜあなたと戦わなくてはいけない。それが戦争なんだ、理解してくれるだろう。勝っちゃいるけれど、なぜこんなに苦しい。それでもあなたが正しいとは思えないんだ。あの子は何も考えてないのか。危険だな。よろしくね、英雄さん。そんな、茶化さないでください。止まんない。この人、人殺しを楽しんでいるのか。あの子といると調子が狂うぞ。戦いを楽しむとかどういうことなんだ。うわ、うっさい。君がちゃんと援護しないからだよ。ごめんよ、僕は戦争はゲームじゃないんだぞ。君は報いを受けなきゃいけない。君そんなに偉かった。バイバイ、英雄さん。ち、私は戦うために作られた、負けられないの。だからって殺して平気でいるなんていけないよ。
どうしてあんな子が戦場にいる。僕にはやらなきゃいけないことが。だったらできるように強くなればよかったんだよ。僕の作る新しい世界を見るといい。そんな自分勝手許されるんですか。この少年、何かを感じずにはいられないな。なぜだ。すごい。僕に合わせて攻撃するなんて。君には新しい可能性を感じる。ニュータイプというのかな。どうして分かり合おうとしないんだ。あんたって人はどうした。撃つのかね。気乗りのしない作戦だが。そうだ。それでも生きていくためには仕方がない。騎士だと。そうだ。時代遅れと笑ってもらっても構わん。この時代に騎士道を貫くか。心地いい男だ。これほどまでガンダムに人生を狂わされた男も珍しい。なんというスピード。私と呼吸を合わせるとは。エピオンの反射速度、甘く見てもらっては困るな。まだまだ甘いな。私も負けてはいられんな。正々堂々真っ向勝負か。心地いい。あいにくこの戦い方しか知らんのでな。私の武士道もまだなまってはいなかったか。伊達に騎士を名乗ってはいないか。やるな。口だけではないようだな。さすがだ。少しは格好がついたか。私も負けず嫌いな男なのでね。どうした。このグラハムエカ、一生の不覚。どうやらここまでのようだ。あとは頼む。貴様、まだ本懐を遂げたわけではあるまい。なぜだろうな。奴とは話が合いそうだ。待ちかねたぞ。さあ手合わせ願おう。捕らえた。エピオンをもってしても振り切れんだと。くっ、追い詰められたか。なぶるような真似はしない。正々堂々勝負だ。お前に敗れたのなら本望。さらばだ。今までこれほどまでに心地の良い戦いはなかった。見事だ。貴様が最後の相手でよかった。このままくたばるような男ではなかろう。また戦える日を待っている。生き延びてみせる。奴に勝つまでは。無口だな。どこか少年に似ている。死に誘うガンダム、その名に恥じぬ戦い見せていただこう。死神よ、冥府に戻るがいい。貴様のようなガンダムは抱きしめたいとは思わん。母さんと見たガンダムの絵にそっくりだ。まさか、あれが伝説のガンダム。二人で乗ってるんだ。あの子もユリンみたいな力を。行こう、ガンダム。俺がガンダムだ。いつまで強いられるんだ、こんなことを。おいチビ、これからずっと一緒にいてやるからな。その期待は。キヨ、キヨなのか。父さん、僕は僕のやり方でこの戦争をやめさせる。どんな理由があったって、生きているのなら戻ってきてほしかった。ごめんなさい、他に方法がなかった。フリットじいちゃん、じいちゃんごめん。じいちゃん、お前の生き方はどうにも俺に似すぎているな。ベイガンは殲滅する。もっともこっちはお前と同じ運命をたどるつもりは毛頭ない。どうした？俺の顔に何かついてるのか？いや、なんだか懐かしい声のような気がしてな。敵討ちに固執して、まるで父さんじゃないか。なんだと？誰が父さんだ？何なんだ一体？父さんだのじいちゃんだろ。俺はそんな歳じゃねえ。妙だな。あんたとは他人って気がしないぜ。ブラクモガイ、気のせいだ、ジェリドメサ。腕はあるようだが思い込みが激しいな。傭兵のくせに偉そうに。あの村雲ガイという男、どうにも他人には思えん。どこかで一度会っているのか。ジョニー・ライデン、伝説のエース。おとぎ話のような存在と思っていたが、そいつなのか。あなたは人の可能性を信じられないと。俺は力しか信じない。だからティターンズに入ったんだ。どうした？参ったとでも言うか？俺は最後まで諦めない。ね、後がない。俺だって撃ちたくはないけど。小僧、貴様。
そんな憎しみばかり持つから自分自身に負けるんです。俺はこんなところで。甘い考えで引き金を引くからだ。あまり調子に乗らんことだ。一般市民がティターンズにかなうとでも思っているのか。柔道とか言ったな。ニュータイプがどれほどのもんだってんだ。なんでそんな敵意を振りまくんだよ。あんたはティターンズなんて必要ないんだよ。子供の言うセリフか。ローラローラ、女の名前なのに。何、そっちの名前じゃないだと。感謝するぜガトーさんよ。あんたのおかげで俺たちティターンズが生まれたんだからな。あのアムロレイカ、ジオンの残党狩りならティターンズと同じだな。さあ行くぜシャイボーイ。これからワクワクの蛇の巣穴に手を突っ込むようなクソ任務へとお出かけだ。何言ってるか意味わかんないな。どれだけ装甲が厚かろうとこいつで叩けば同じことだ。機体は無事でもパイロットはミートソースってな。どうやら口が軽いだけの男じゃなかったみたいだ。当然。んじゃお次はお前の番だぜ。お前ら鉄火団がいればあのガキどもも少しは生き残れたかもしれないな。悪いけど俺たちもサンダーボルト宙域には手を出したくないよ。こんな死に方だけは遠慮したいね。死んだらどれも一緒だよ。よう、その小悪魔ちゃんは俺を夢中にさせてくれるのかい。ああ、あんたがそれを望むならね。やるじゃねえか小悪魔ちゃんよ。こいつの名前はバルバトスだ。どうやら俺はその小悪魔ちゃんの色化に行かれちまったらしいな。あんたは十分によくやったよイオ・フレミング。ジャズの音、耳から離れない。どうしてもご立派なものをお持ちのようだ。一つそいつを俺にぶち込んでみろよ。そうか、こっちもその耳障りな音は聞き飽きているんだ。ジャズが聞こえるかヒゲ野郎。貴様の命をもらいに来たぜ。ヒゲ、荒屋敷のことか。アバよ、同じ消耗品の兄弟たち。扱うものの思いが大事。君の機体もそうなんだな。不思議ですよね、機械人形にそんな力があるなんて。人の思い、可能性か。こちらの敵は倒しました。あのモビルスーツ、どんなシステムで動いているんだ。僕の未来もまた一つの可能性なんです。あの赤い光、人の心を奪うものなのか。悪い人じゃないみたいだな。ここで負けるわけにはいかないものな。今日はあの人に助けられた。くそ、俺がついていたのに。どちらの可能性に賭けるのか、今ここで決着を。観念してください、僕はあなたと戦いたくない。戦いたくなくても戦わなきゃいけないのが人だろ。人の可能性を示す機械人形、倒したくはありませんでしたか。俺も倒されたくはなかったよ。あの角のあるホワイトドールも危険なものだった。これでよかったんだ。どうやらあなたに未来を託すしかないようだ。月光町、それが未来へ託すものとは思えない。そのガンダムは危険だ。それに気づけ。それはあなたも同じことですよ。すまない、俺には進むべき道があるんだ。そんなもの誰にだってありますよ。俺は彼の可能性を消してしまった。月光町、あれに未来を託して大丈夫なのか。目が二つあってアンテナ生えてりゃゲームでは何でもガンダムにされちまうのさ。キンケドさん、そのセリフは